ブルーノ・パルマは、スロベニアのチェス選手。当時ユーゴスラビアであったリブリアナに生まれた。1959年の世界ジュニアチェス選手権で、デビューし、2位入賞。2年後に、ハーグで開催されたジュニア選手権で、初優勝し、インターナショナルマスターのタイトルを獲得した。1963年のベーベルウェイクトーナメントで、卓越した能力を発揮し、 国際チェス連盟からグランドマスターのタイトルを賜った。スロベニア人としては1950年のミラン、ビドマール、1953年のバシャピルチに次いで3人目のグランドマスターであった。1959年と1961年のスロベニアチェス選手権でも優勝し、1968年にチャテシュケトプリツェで開かれたユーゴスラビア選手権では、 ドラゴリューブ・ミニッチ、ミラン・マトロビッチ、ボヤン・クライツァと並び3位に入賞した。チェスオリンピアードには1962年、64年、66年、68年、70年、74年、78年、80年の計8度ユーゴスラビア代表として出場し、その間ユーゴスラビア代表は4個の銀メダルと2個の銅メダルを獲得した。 ありがとうございます。